幼い頃、祖父の家には赤旗と明日新聞がありました。それを見た私は祖父に、赤旗って何？と聞いたのですが、亡くなるまでまともに答えてくれることはありませんでした。まあ、右も左も理解できない子供に教えても意味のないことではありますが、その赤旗の発行部数が激減してるそうです。こんにちは、世界のカラバンのエドワードです。8月29日付の赤旗を一部割愛してお届けします。新聞赤旗と党の財政を守るために、新聞赤旗発行の危機を招いているとのことです。そして新聞赤旗の事業は党の財政収入の9割を占めるという決定的な役割を担っています。新聞赤旗の危機は党財政の困難の増大そのものです。新聞赤旗の後退は中央も地方党機関も財政の弱化に直結します。党の役割が大きくなり、党活動の強化が求められているその時に、その支えとなる財政が足りない、これほど悔しいことはありません。総選挙を戦う財政の備蓄もこれからです。全党の皆さんの力の結集がどうしても必要です。新聞赤旗の現状打開は急務です。全党の力で新聞赤旗と党の財政を守ってください。お願いします。いやー、赤旗自身が党の財政やばいって、ついに来る時が来ました。ちなみに日刊紙は月額3497円、日曜版は月額823円、産経新聞ではさらに発行部数と党員数のグラフまで作成し、読者数がピーク時の3割程度となる100万を割ったと報道。共産党の2014年の収入は約225億円で、その内訳は機関紙の事業収入が約194億円にも及ぶんです。この30年ほどで発行部数が3分の1に減っているので、このままいけばあと 4,5 年ほどで運営が成り立たなくなるのではないでしょうか。共産党には岩盤層と呼ばれている支持者がいますが、そのほとんどはお年寄りばかり。とりあえず不破哲三さんの小学校よりでかいと言われている大豪邸売っちゃいましょうよ。っていうか、共に生まれる党と書いて共産党なのに、一人の大富豪を産んでどうすんのさ。共産党は政党交付金は国民が納めた税金を支持していない政党に回される憲法違反の強制献金制度であるという理由で、政党交付金は受け取っていません。もし受け取りたいと言い始めたら、公安の監視対象になっている政党が国民の税金で運営費を賄うという事態になるので、法律を変えてでも阻止しなければなりません。だってさ、同じように監視対象になってる反社会勢力に税金投入するのと同じなんだよ。かつては北朝鮮とつながっていた日本共産党、仲違いしましたが、前回の参議院選挙では北とつながりのある僧侶がホームページに名を連ねるなど、また変な動きをし始めてもいます。そういった勢力の資金源を断つためにも、公安の監視対象団体は政党交付金を受け取ることはできないという法律を作りましょう。安倍首相、そして自民党議員の方々、選挙で勝ちたいですよね。憲法9条改正したいですよね。であるならば、この法案作ってみてはいかがでしょうか。以上、最後までご視聴ありがとうございました。